はじめ、宮崎カラカラ麺、揚げ麺に粉末スープとニラがついています。麺は細く、一昔前の即席麺という印象ですが、これはこれで悪くありません。細い割には存在感があります。スープはわずかにとろみがあり、刺激が強いです。キレの鋭い辛さではなく、重量感のある辛さで爽快感には欠けます。まるで生の唐辛子が入っているような感じが出ており、この製品の個性になっています。旨味は十分出ています。ニラも強く自己主張しています。パッケージには製造者の記載はありませんが、麺の質感や製品の作りから見て栗木商店だろうと思います。